初代同チェスター男爵、ガイ・カールトンは、アイルランド系イギリス人の軍人である。初代同チェスター男爵、バスクン君七1768年から1778年までに二度に、渡って、ケベック植民地の知事を務め、この間と1785年から1795年に、イギリス領北アメリカ総督を務めた。カールトンは、アメリカ独立戦争で、 イギリス軍を指揮した。まず1775年にアメリカ大陸軍がカナダに侵攻した時にケベック市を防衛し、1776年には大陸軍に反撃して植民地から追い出した。1782年と1783年にはイギリス軍北アメリカ総司令官となった。この任務にあった1783年、イギリス軍、 ロイヤリスト及び数千人の解放奴隷をニューヨークから撤退させる指揮を取った。弟のトマス・カールトンと共に軍隊と政界での経歴を上げていった。ガイ・カールトンは17世紀以来アイルランドに居住したプロテスタントの軍人一家に生まれ、兄弟もイギリス軍に仕えた。カールトンが14歳の時に父のクリストファー・カールトンが死に母は再婚した。カールトンは 初等教育しか受けなかった。1742年、カールトンが17歳の時に第25不評連隊の少佐に任官され、1745年には中尉に昇進した。この期間に後にカナダのフランス軍を攻撃した時の指揮官、ジェームズ・ウルフと友人になった。1745年のジャコバイトの反乱のカロデンの戦いでは、ウルフと共に、 カールトンが従軍した可能性がある。カールトンの兄弟であるウィリアムとトマスも陸軍に入った。カールトンが1747年に初めて参戦したベルゲンオプズーム。カールトンの息子ジョージが後のここでの戦いで戦死することになった1740年にヨーロッパでオーストリア継承戦争が始まった。イギリス軍は1742年から ヨーロッパ大陸での戦争に入っていたが、カールトンとその連隊がフランダースに派遣されたのは1747年になってからだった。その部隊はフランス軍と戦ったが、包囲されていたオランダの重要な要塞であるベルゲンオプ、ズーム要塞の陥落を阻止できずに、急戦によって戦争が終わった。1748年、アーヘンの和訳が調印され、カールトンはイギリスに帰還した。 この時カールトーンは注意のままであり終戦によって昇進の可能性が限られたものになったと考えた。1751年、カールトーンはこの F 表第1連隊に加わり、1752年に大尉に昇進した。先の戦争の戦場をめぐるツアーでウルフの提案でリッチモンド公爵のガイドに選ばれた時、カールトンの軍歴に大きな箔がついた。 リッチモンドは、その後カールトンにとって影響力ある講演者になった。その後に続く年月で、カールトンはより目覚ましい速度で昇進するようになった。1757年、カールトンは中佐に昇進し、フランス軍による侵略から、ハノーファー王国を守るために考案されたドイツ部隊で、構成される監視軍の一部で従軍した。この軍隊は、ハステンベックの戦い後に退却を強いられ、 クローステル・ゼイベン協定が結ばれて、戦争から身を引くことになった。協定が結ばれるとカールトンはイギリスに戻った。1758年、新設された第72不評連隊の中佐となった。この年、ノバスコシアのルイブール要塞攻撃ではウルフがカールトンを副官に選んだ。イギリスをジョージ2世は、この使命を拒んだ。 これはおそらくカールトンがヨーロッパで従軍している時にハノーハーの兵士たちについて否定的なコメントをしていたからだった。その後しばらくは行動的な地位を得られなかったがドイツに再度派遣されブランズウィック公フェルディナントの副官として使えることになった。1758年この時少々になっていたウルフ将軍は ケベック氏に対して差し迫った作戦の指揮を任されることになり、カールドンを主計総監に選んだ。ジョージ2世はこの時もカールドンの使命を拒んだが、リゴニア伯爵がこのことについて国王と話をし、国王が心を変えた。カールドンはハリファックスに到着すると敵団兵600名の指揮を取った。1759年6月にはイギリス軍と共に、 ケベック市に到着した。カールトーンは、軍隊の食料をお手当てするとともに大砲を据える場所を、監督する、公平技師としても行動する責任があった。その後9月のエイブラハム平原の戦いで頭に傷を受け、戦闘後の10月にイングランドに戻った。1761年3月29日、カールトーンは、第72不評連隊の中佐として、 フランス海岸から10マイル離れたビスケー北部の島ベルイル・アンメール攻撃に参加した。カールトーンはフランス軍に対する攻撃を指揮したが重傷を負い、その後の戦闘には加われなかった。イギリス軍は4週間にわたる戦闘後にその島の残りを占領した。カールトーンは1762年に大佐となり、キューバに対するイギリス軍の遠征に参加した。 この時の同僚リチャード・モントゴメリーは後の1775年にカールトンと対戦することになった。7月22日、スペインの全勝基地に対する攻撃を率いている時にまたも負傷した。1764年、カールトンは第93不評連隊に転籍した。ガイ・カールトン、初代ドチェスター男爵目半1766年4月17日、カールトンは ケベックでジェームズ・マレー知事の副知事代行と監督官に指名された。9月22日にケベックに到着した。カールトーンは公務の経験がなく政治的には取るに足りない家の出身だったので、その指名は説明が難しくおそらく彼にとっても驚きだった。14年前にカールトンがガイドを務めたリッチモンド公爵が1766年に 北アメリカ植民地担当の国務大臣になっていた。公爵が第72不評連帯の大佐である時に、カールトンはその中佐だった。カールトンは、ケベック駐在軍の総司令官にも指名された。ケベックの政府は、知事、委員会及び議会で構成されていた。知事は、委員会の行動に拒否権を発動できたが、ロンドンはカールトンに行動するときは、 委員会の承認を得る必要があるという指示を出していた。当時植民地の役人の大半は給与を受けておらず、その収入は業務に対する謝礼から得ていた。カールトーンは役人が給与を受け取る制度に置き換えようとしたが、その提案は決してロンドンの指示を得られなかった。カールトーンが自分の謝礼を放棄した時、マレーは激怒した。マレーが知事職を辞した後、 カールドンは1768年4月12日に総司令官都知事に指名され11月1日に就任した。1770年8月9日数ヶ月のつもりでイングランドに旅立った。このルス中には副知事のヘクター・セオフィラス・ドクラマヘが植民地を統治した。カールドンは1772年5月22日に第二代エフフィンガム伯爵とマス・ハワードの娘。 彼よりも29歳、若いマリア・ハワードと結婚した。3日後の25日に少々に昇進した。ケベック植民地の統治法を決めた1774年のケベック法はカールドンの推薦に基づいていた。カールドンは1774年9月18日にケベックに帰り着き、この法の規定の執行を始めた。牧師と法権領主はこの法の規定が、 彼らに有利だったので満足していたが、イギリス人商人たちや十三植民地から移ってきた者たちは、非民主的でカトリック用語と考えた多くの規定に不満だった。多くの住民は、十分の一税を復活させる規定や、勤労奉仕のような封建時代の義務に不満を抱いた。1774年、遅く、アメリカ植民地で召集された第一次大陸会議が、 モントリオールの住人に宛てて手紙を送り、ケベック法について非民主的であり、カトリック教徒に公的役職を持たせることで、カトリックに有利に進めようとしており、十分の一税を復活させているという非難を伝えた。ボストンの通信委員会の代理人、ジョン・ブラウンが1775年初期にモントリオールに到着した。これは1775年5月に召集を予定されている。 第二次大陸会議に、ケベックからも大議員を派遣するよう説得しようとしたものだった。カールドンはこの動きに気づいていながら、それを妨げようとはせず、植民地唯一の新聞に、大陸会議の手紙を掲載しないようにしただけだった。ケベックの戦いで、大陸軍に反撃するカナダ人と、 イギリス兵の部隊カールトンは1775年5月に反乱が始まったという知らせを受け取り、その後間もなく反乱軍にタイコンデロガトリデとクラウンポイントトリデが奪われ、サンジャントリデが襲撃を受けたと知らされた。それ以前にボストンに配下のニコ連隊を派遣しており、ケベックには約800名の正規兵しか残っていなかった。民兵隊を立ち上げようとしたが、 当初はうまくいかず、フランス系住民もイギリス系住民も進んで、加わろうとはしなかった。地域のインディアン部族は、イギリス側で戦うことに乗り気であり、ロンドンは彼らを戦わせようとしたが、カールトンはインディアンが非戦闘員を攻撃することを恐れたのでその申し出を飲まなかった。カールトンは、植民地の防衛準備を指示し、1775年の夏は、 サンジャントリデを固めさせた。9月、大陸軍がその進攻を開始し、サンジャントリデを包囲した。トリデが11月に陥落すると、カール・トーンは、モントリオールから、ケベック市への逃亡を余儀なくされ、民間人に身をやつして何とか捕獲を免れた。1775年12月、カール・トーンは、ケベックの戦いとそれに続く包囲戦で死の防衛軍を指揮した。 大陸軍による包囲は、1776年5月に副司令官に指名されたアラン・マクリーン指揮下の援軍が到着することで破られた。カールトーンは、トロア・リビエールの戦いで、大陸軍の攻撃を跳ね返すなど、大陸軍に対する反撃を始めた。6月、カールトーンは、バス勲章を与えられた。翌月、リシュリュー川でイギリス海軍部隊を指揮し、 その延長で10月には、シャンプレーンコのバルカー島沖で、ベネディクト・アーノルド将軍が指揮する戦隊と戦った。この戦いでは、イギリス戦隊が優勢であり、大陸軍の艦船大半を破壊するか捕獲するという大勝利だったが、それまでに時間を取り過ぎていたことで、その年に、タイコンデロガトリデを再占領するところまで行き着かなかった。この作戦時に、 弟のトマス・カールトンと老いのクリストファー・カールトンも参謀として従軍していた。1777年7月1日、カールトーンは知事職辞任を願い出たが、ロンドンは公認が到着するまでその地位に泊まることを求めた。1778年6月に公認のフレデリック・ハルディマンドが到着した。カールトーンはアイルランドのシャールモント知事に指名されていたので、 イングランドに向かった。ハルディマンドの最初の仕事は、セントローレンス川に浮かぶバック島を要塞化し、カールトン島と解明させることだった。1781年10月に、ヨークタウンの戦いで、チャールズ・コーン・ウォリスが投降した後の1782年2月22日、カールトンは北アメリカ軍総司令官に指名され、5月6日にニューヨーク市に到着し、 ヘンリー・クリントン将軍の後を継いだ。国王のことによれば、カールトーンはイギリス軍兵士に尊敬されており、議会からは正直な男という評判があったので選ばれたということである。1782年8月、カールトンはイギリスがアメリカの独立を認める用意があることを知らされた。カールトンはその任務からの解放を求めた。 この知らせを聞いた13植民地のロイヤリストが退去して脱出してくるようになった。カールトンは彼らがアメリカ合衆国の外で再定着できる要最善の努力を払った。独立戦争の間にイギリスのために従軍することと引き換えに解放を約束されていた奴隷たちに関して、カールトンはその高潔な行動が正当なものであるという賛同を得たことはなかった。 パリ条約で取り決められた条件の実行手配のために、ジョージ・ワシントン将軍と会見したとき、当時カールトンが指揮するイギリス軍が占領し、ロイヤリストや奴隷が多くいたニューヨーク市の明け渡しについては、明け渡し時に人的資源をアメリカに引き渡すことを拒んだ。その代わりに党規模に乗っ取り、イギリスの宣言と約束で解放された奴隷については、その所有者に賠償することを提案した。 カールトーンは、以前の政策あるいは国の名誉に一貫している、いかなる条項も変えられないことを指摘した。また黒人について求償できるのは裁判で、奴隷も所有者も納得した場合のみとすることを付け加えた。黒人の自由について、イギリスの政策を守らないことは、信念の放棄であると述べ、彼らを除外することが条約不履行であるというならば、イギリス政府によって、 その賠償が行われることになると宣言した。そのような不足の事態に備えるために、故国を離れる黒人すべてにその名前、年齢、職業及び元主人の名前を登録させた。アメリカ側はこれに同意したが、できる限り賠償は支払われないように決められた。明け渡しに加わった奴隷たちのいくらかは後に、ノバスコシアからシエラレオネのフリータウンに送られた。ワシントンは、 カールドンの行動に満足してはおらず、彼に当てて、このやり方は条約に書かれていることやその精神から全く異なっているが、特殊な点はさておき、この決定を我々の尊敬すべき主権者に委ね、あなたに関して同意に至る用意があることを表明するのが私の義務と考える。すなわち今後とも、アメリカ国民の黒人など財産をあなたが、 持ち出さないようにする適切な手段を取ることであると記した。1783年11月28日、ニューヨーク市明け渡しが行われ、カールトンはイングランドに戻った。ストラッチャーのジョン・キャンベルが、カールトンの後を継いで、来た、アメリカ総司令官になった。カールトン語録、アメリカを離れたいと思う、あらゆる男、女、子供が安全に、イギリスの地を踏むまでは、 任務を全うする。カールトンは、イギリス領北アメリカのすべての植民地に、総督職を創設することを提案した。その代わりに、カールトンが総督に指名され、ケベック知事、ニューブランズウィック知事、ノバスコシア知事及びプリンスエドワードアイランド知事にも指名された。1786年10月23日に、ケベックに到着した。 その総督としての地位はほとんど無視された。ケベック以外の植民地におけるその権限は彼が自らそこへ行った時のみ有効だった。カールドンは1786年8月にドーチェスター教オックスフォードシャーのドーチェスター男爵として貴族に劣勢られた。1791年の構成法によってケベック植民地はアッパーカナダとロワー,ーカナダに分割された。 アルアード・クラーク卿がローアーカナダの副知事に、ジョン・グレーブス・シムコーがアッパーカナダの副知事に指名された。1791年8月、カールトンはイギリスに戻り、1792年2月7日に貴族院議員となった。1793年8月18日には再びカナダに向かった。 カールトンの後任であるロバート・プレスコットが1796年5月に到着した。7月9日、カールトンはカナダからイギリスに向かい、その後カナダに戻ることはなかった。カールトンは引退して、ハンプシャーのネイトリー・スカーズに隣接するグレーウェルヒルに住んだ。1805年頃に、バークシャーのメイドンヘッドに近いバーチェッツ・グリーンにあるスタビングス・ハウスに移転した。 1808年11月10日、カールトンがスタビングスハウスで突然亡くなった。ネートリー・スカーズのセントスイサンズにある教区教会墓地に埋葬された。ありがとうございます。